どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はサモラン初心者が完走するために徹底したこと5選となります。サーモンランをやってると次第に狙いたくなるのが完走ですよね。しかも専用のバッジもありますから、サーモンランにハマった人は是が非でも取りたくなるのではないでしょうか。僕自身先日やっとこのサーモンランにて初の完走を達成できました。時間にして約8時間とかでしたかね。大変でしたね。そこで今回はサーモンラン初心者の僕でも完走をするために徹底したことを5つ紹介したいなと思います。たくさんね話しても難しいなと思いますので、網羅できないと思います。なんですが、まあそのきっかけとして、伝えれればいいかなというところです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。紹介をしていく前に、まず前提のことをお話ししていきたいと思います。カーストを目指す上ではある程度の実力はいりますからね。このあたりを飛ばしてポイントをお聞きしたい方は概要欄から飛ばしてください。では本編いきます。まず僕自身に関してですが、カーストを目指す上でどれくらいの実力だったのかっていうのをお伝えしたいと思います。まあ、前作スプラ2で言うと野良縛りで920ほどはいけるぐらいでした。で、今作に関しては時間の問題もあって、まあ、400程度であれば一人で難なくいけるくらいです。実際にカンストする時も500付近までは一人で、全然いけました。まあ、それなりにはサーモランに対して慣れていた側だと思います。このことからカンストを目指す上での最低限のキャラコンと知識はあったのではと思いますね。ではカンストを目指す上で何が大事かお話をしていきたいと思いますが、要は一人でクリアができる力をつける必要があります。これに関してはどんなに上手い人が周りにいても、自分からその陣形が崩れた場合っていうのは立て直しができないんですよね。しかも安定はしないです。実際に知り合いとカンスト勢の方とプレイした時もなんですが、やっぱ実力が足りない時は自分から崩れることは多かったですね。で、評価が上がれば上がるほどカバーもできないです。まあ、そうなのですごく大事なことかなと思います。なので、実力をつけるっていうのは地道に頑張ってやらないといけないことかと思いますね。では、この点を考慮した上で、徹底することにより安定した5つのポイントを紹介していきたいと思います。まず、大事にしたいのは納品数です。納品数に関してはトータルで30以上はどのランクでも出せるというか出したいところです。1ウェーブにすると10個は納品ですね。伝説のウェーブ1でも22個の納品数が求められますので、半分は自分で納品するのが大事となります。まあ、野良に関しては上手い人ならガンガン入れてくれるんですけど、野良に納品を頼り切っていた場合安定をしなかったということが多いですね。鉄球倒してめちゃくちゃ鉄球でいくら運ぶんだけど納品増えないっていうのはこの現象が理由です。特に野良でカンストや高い数値を目指そうとするときは、失敗したとしてもウェーブ3で失敗したいところがあります。その他のウェーブで失敗すると単純に評価が下がってしまいますので、メンタル的にかなり辛いんですよね。なので自分でしっかり納品数を把握しておき、30以上を常に目指すのがいいかなと思います。30個以上の納品ができるようになってくれば、だいたい周りも見れるし、視野も保てます。何より納品できるという安心感がありますね。最終的には自分で大物を倒して納品数も稼ぐというスタイルになっていくので、まずは納品を目指すということをやってみてください。どうしても大物の処理はキャラコンと慣れが出てきますからね。このあたりは練習が必要です。まあ、実際のところデスが多くても納品数をある程度出せるならまだクリアは安定していけるようになりますので、意外と大事です。続いてはとにかく生存することです。先ほどの納品では数があれば大丈夫と言いましたが、生存するのは大事なことです。生存時間が長ければそれだけ大物を処理する時間と納品する時間が多く保てます。まあ当たり前の話ですね。縄張りと違ってサーモンランでは味方の姿勢によって時間が変わりますからね。とても大事なことです。また生存することに関しては場所によって重要性が変わります。まず絶対デスをしてはいけないのはマップの外側です。
理由としては蘇生が困難になることと最悪気づかないっていうのがあります。まず蘇生をするにもマップの外側の場合鮭がどんどん湧いてきますので処理しながらの対応が求められます。キャラコンが不足していた場合蘇生に失敗してしまい巻き添えを食らう可能性がアップするんですよね。またもう一つの気づけないっていうのが一番の難点です。難易度が上がって自分の処理能力がいっぱいいっぱいになると正直見えません。意外とヘルプの音も聞こえないんですよね。なので自分がデスすることによって味方のデスを引き起こしかねないのでなるべくデスするということは抑えたいところです。もし味方が遠くでデスしていた場合はボムを使って蘇生の機会を与えましょう。近くまで行くということはあまりしない方がいいです。続いてはジャコ鮭はしばき切れるときはしばくということです。倒す相手は大物に注目されがちですがザコが大事です。ザコ鮭に関しては圧倒的な物量が一番の特徴となります。しかもダメージもそれなりに高いので油断するとすぐやられるんですよね。少しでも被弾してたりスリップダメージがあると一発でやられます。実際に大物よりもザコ鮭の方がデスする原因になることが多いです。失敗したバイトを見ていると圧倒的にザコ処理が追いついてないんですよね。ザコ処理ができていないと足場が取れなくなります。足場が取れないということはこちらは逃げる場所が限られます。さらに大物も迫ってきますので被弾確率が上がります。正直ザコ鮭をしっかりしばけないバイトはしょっぱい試合になることが多いので注意をしておいた方がいいなと思います。ザコ鮭の処理に関しては支給武器によって毎回決まってはいますが正直そこには頼らない方がいいですね。まあ理由としてはその知識を持っているのは基本自分だけだからです。野良の場合はその知識を持っていると限りません。でこれは評価が高くとも言えます。逆に評価高いとどの武器でもザコをしばいてくれますからね。で自分でしっかりザコ鮭をしばいて大物を安全に倒し納品する道を作る、これが大事なポイントになります。出発点がザコ鮭をしばいて整えるっていうところなんですよね。なのでザコ鮭はこのルートと場所を取る一番厄介な相手ですのでしっかりとバランスを見ていきましょう。続いては処理をしたい大物です。個人的なところですが、まあ、カンストを目指すとなった時に処理の優先度を変えたのがこの大物です。で、処理の優先度を変えた大物は爆弾、ヘビ、鉄球になります。個人的にはもともと気にしていなかった大物なんですが納品という点で考えた時に優先した相手になりますね。まず爆弾とヘビの2つに関してなんですけどこの2体は納品ルートの邪魔をする相手になります。しかもターゲットや場所次第ではかなり厄介です。倒すためにも弱点部位が小さいため人によってはとても倒しづらい相手になるんですよね。また引き付け方や味方との位置によっては処理ができません。そのため早めに処理したり優先度を上げておくことが大事になります。どちらも一撃でデスする可能性がある大物なので味方を巻き込んで事故にならないように処理はしっかり行いましょう。続いて鉄球です。この子は時間と納品数次第なところがありますね。倒しておいた方が事故率は減るっていうのは必ず言えます。まあ、先ほどの2体に関しては直接倒せれれば問題はないため処理能力が試されます。なんですが鉄球は判断力が求められます。しかも鉄球を倒したとしても沿岸は敵がうじゃうじゃいるのでそのままデスするっていうリスクもあるんですよね。なので何気にキャラコンと判断力が求められる相手と僕は思ってます。自分で処理が可能なのであれば倒していくっていうのは大事ですね。まあ、それによって味方の生存させるっていうのにつながりますのでとても有効かと思います。また鉄球が降ってくるシーンにもよりますがカゴ周りに敵が多いときは事故になりやすいので倒しに行きましょう。もうこれは倒した方がいいです。逆にカゴ周りが整ってて敵もいないでいくらもあるっていうときはもう全然避けながら納品でいいと思います。まあ慣れてくればとにかく出てきたら自分が処理するかどうかっていうのを常に判断してカゴ周りと海外へのルートを確保するのが重要になるかなと思います。優先度の高い大物について話しましたが、まあ、肩パッドやタワーももちろん入ります。
この2体も事故と納品の遅延をしてくる相手ですので、倒すことは視野に入れておきましょう。最後はカゴ周りを整えることです。カゴ周りは安全なことが前提な場所ですが、意外とそうでもないことが多い場所となります。まあ、理由としてなんですけど、ある程度の評価まで来ると処理能力の速さによってカゴ周りは危険になりやすくなります。特に寄せを使うプレイヤーがいた場合、処理能力の差があると事故が起きやすくなるんですよね。まあ、僕はどっちかというと寄せをしたいプレイヤーなので寄せをするんですが、まあ、味方によってはそれが嫌っていう方もやっぱいます。また時間ギリギリで納品するときや鉄球で大量にイクラを投げたりするときなど、カゴ周りの状況が悪いと納品が間に合わないんですよね。敵に追われて泥棒に持っていかれるなんてこともよくあります。意外とカゴ周りって大事なんですよね。ないがしろにしがちなところなんですが、最後のゴールを整えるのはかなり大事なことだと思います。ランクが上がるとギリギリの動き、まあ、数っていうものを要求されます。あと 2,3 個という時のクリアの境目はこのカゴ周りの整え方次第になりますね。スペシャルを使って一気に整えるのもありですし、カゴ付近に鮭の攻撃を近づけさせないように気をつけるっていうのもありかと思います。カンストを目指す上で5つの徹底したことを紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今回の話は納品に視点を置いた話を中心にしています。アマランにおいて勝つには納品が一番です。納品のラインさえ超えれば残り時間が多くても少なくてもクリアすることが可能です。逆を言えば納品が大事です。効率よく納品をすることを徹底して動いてみると安定感は変わると思います。処理と納品のバランスを見ていくのが一番いいですね。可能ならばカンスト勢かカンスト付近の人とプレイするのもおすすめです。プレイしてみると実感するんですが、意外とカンスト勢がいても失敗するときは失敗するんですよね。で、その理由がだいたい納品数とデスの多さになります。その上で雑魚と大物の処理が間に合っていないということがあるんですよね。カンストを目指す上では必ず自分の実力も大事になるのを実感できるので、ぜひ体験してみてください。まあ、僕もカンストを目指す前はいろんなカンスト勢の方と遊ばせていただいてたので、体が慣れたっていうのはすごくありますね。はい、ということで今回ここまでとなります。サムラン初心者がカンストをするために徹底したこと5選はいかがでしたでしょうか。納品をするために何を効率よくするのかを考えるといいのかなと正直思います。優先度としては1から5の順番ですねにしていくと考えやすいかなと思います。意外と納品30って難しいですからね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。